いらっしゃい。さあ続いてはまさごまち食堂です。今日の先生は食べ物差し村上先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。喜ぶんですよ。今回はですね、はい、外出しにくい状況が続いていますので、うん、家でお酒を楽しむという方増えていると思います、うん、はい、そこでおうちのおつまみにぴったりのメニューを今回はリクエストしました、はい、何でしょうか。今日はポテトスキンを作ります。はい、はい、ポテトスキンです。近藤さん、はい、ああ好きですよ。ポテトスキン。スキンにかけたんでしょ近藤さん。ポテトスキン存じ上げないと思いますので、はい、村上先生よかったら説明をお願いします。ポテトスキン、スキンというのは皮という意味で、じゃがいもの皮付きのまま、うん、おつまみですね。アメリカで、はい、ちょっと流行ってたおつまみ、ビールに合わせたりしてもいいし、おやつでもいいと思います。お子さんの、はい、いろいろ、ね、アレンジも聞きそうですよね、うん、はい、では早速作っていきましょう。はい、ではお願いします。まず材料ですね、はい、まず材料はじゃがいもと、ベーコン、玉ねぎ、それからチーズとかあと調味料を使っていきます。はい、はい、でじゃがいもの方は、はい、先生事前に加熱をしているんですよね。そうですね、はい、まずはじゃがいもを洗っていただいて土を落として、うん、濡れたままラップに包んでいただいて、うん、600ワットで4分ぐらい加熱をしてあります、うん、まあ、大きさに、ね、よりますので、うん、ちょっと時間などは伸ばしていただくといいと思います。はい、はい、でそれをですね、うん、今日はもう半分に切って、包んだんですけれども、はい、まあ、後から切っても大丈夫です、うん、まあ、こんな感じで、ね、加熱をしてあります。はい、はいはい、では先生何からしていきましょうか。はい、まずはじゃがいもに詰める具を作っていこうと思います、うん、はい、はい、じゃあまず、油をフライパンに入れますね、はい、でここで、玉ねぎと、はい、粗みじんですね。これはそうですね、よくご存知です。村上さん、はい、最近僕ね料理うるさいんですよ。そう聞きました。なんか YouTube 見てます。そう、あ、ね、はい、ありがとうございます、はい、YouTube、ね、残っちゃいますからね、うん、今週の放送もね、うん、しっかり見ますよ、はい、恥ずかしい、私も冒頭から噛んじゃったじゃないですか。ちょっとうまくカットしてほしいです。でもいいですよね、残すとね、また作りたいなと思った時にね、見えますからね、はい、近藤さんも作っていただいて、はい、家で結構近藤さんも今時間があるときお料理されてるんですよね。そうなんですよ、おかげさまで仕事が暇になりましたね、だいぶ、ね、でもいいことがありますね、いっぱいね。そうなんです、はい、お料理がね、考え方ですよね。そうです、はい、そうです、うん、ね、前向きに、はい、はい、こんな感じでちょっと炒めていきまして、はい、玉ねぎが半透明になるぐらいまで、はい、まあ、ベーコンはちょっとお好みですけどカリカリにしていただいてもいいし、はい、そんなのも美味しそうですね、はい、そうですね、はい、塩コショウもね、いい香りが、ね、本当ですね、はい、ポテトスキンはね、まあ、こういう具材がちょっと定番なんですけど、ベーコンだけとかも結構多いんですが、はい、今日はちょっとアレンジして玉ねぎを入れたりとか、はい、少し加えてプラスしてアレンジをしているんですけども、そこそこ、もともとはこうアメリカの、うん、そう、おつまみなんですよ。ビールに合わせたおつまみなんですけども、本当に普段食べるおやつとしてもいいかなと思うんですけどね、はい、じゃあこれでお塩、はい、それから、胡椒していきます、うん、結構味付けはシンプルな感じですね。シンプルにしていきます、うんうんうん、ブラックペッパーなければ普通の胡椒でも大丈夫です、はい、で、これはちょっとオリジナルなんですが、お醤油を少し隠し味程度に入れます。和風テイストな、うん、そうなんです、マヨネーズとかチーズをこの後入れていきますので、うんうん、相性がいいかなと思います、はい、なるほど、はい、じゃあこんな感じで炒めておきますね、はい、はい、で次に、じゃがいもなんですけれども、はい、こんな感じで縦半分に切る感じですね、うん、メイクイーンを今日は使っています。メイクイーンですね、はい、はい、そうです、さすが料理上手になった近藤さん。いえいえ上手ではないです。これ種類としてはメイクイーンがいいんですかね、はい、うん、全然他のジャガイモでも男爵でも大丈夫なんですが、はい、メイクイーンがちょっと形がその本場のポテトスキンにちょっと似ているのと、うん、中身もちょっと出していきますね、うん、はい、抜いていきます。先生なんかポイントあります、うん、はい、もう今日のポイントはこれだけなんですけど、ここを丁寧に抜くっていうことだけですね、うん、結構思い切りやっちゃうと、うん、割れてしまったりとかしますので、そうですよね、レンジで加熱して柔らかくなってますからね、最初ねこうやってちょっとね、形を作っておいて、うん、抜くといいかもしれないです、うん、
まあ、割れちゃっても別に全然ね食べちゃえばあれなんですけど。そうですね。ね、この作る過程も楽しいですよね。そうですね。これお子さんと一緒にやっていただいても楽しいと思います。なんかくり抜きたくなりますよ。そうそうそう、見てたらね。ゆいちゃんにもまた家でやってみようかな。やってみてくださいね。割れたら報告してください。うまくできたらじゃないんですね。そう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 、割れたら割れちゃったっていう。割れた報告を。で、くり抜いたものはちゃんとボウルに。そうですね。はい、はい、これも使っていきます、はい、今日はね。無駄じゃないんだ。そうなんですね。もちろんですよね。ね、これもきちんと食材になる。そうなんです。はい、楽しみ。抜いてお皿にしていきます。はい。で、このじゃがいもを軽く潰します。はい。マッシュポテトですね。本当、なんか専門用語が、いっぱい出てきますね。マッシュポテト。マッシュポテト。確かに。軽く潰して先ほどの、はい、玉ねぎとベーコンを加えます。はい。なんかポテトサラダみたいな。あ、そうそうそう、ね、確かにそうですね。このままだとね。ポテトサラダを入れてもいいですよね。うん、そのまんまでも美味しそうな感じですね。で、まず。でここにですねチーズ加えます。はい、みんな大好きピザ用のねチーズです。うん、ピザ用のチーズ。はい、で、あとマヨネーズも入れます。マヨネーズも結構好きな方多いですよ ね、 ですね。これ入れることによって、まあ、味ももちろんなんですけどちょっとつなぎになりますので、で混ぜます。これも具も今回ベーコンと玉ねぎですけど、はい、なんかいろんなもの入れても楽しそうですよね。そうですね、いろいろアレンジできます。なんかね、豚キムチとかやっても面白いし、美味しいですし、あとね、ミートソースとかもいいし、アボカドとかもいいし、アボカド、そう、おすすめなのが明太子ですね。明太子とポテトってすっごく合うじゃないですか。すでにもうポテトスキンではなくなるけど別物になっちゃうんですけど、もうなんか作る前に具を食べちゃいそうですね。全部なんか美味しくて。けど村上さん、料理ってそういうことなんですよね。そういうことです。どういうことですか。なんかやっぱ楽しんで作ってそうです、そうです、ね、本当そうです。楽しかったらね、結果は、うん、どうだっていいって言うともらえるけどそうなんです。楽しく作ると本当に美味しくなりますね。いろんな想像を膨らませてね。そうなんですよ。だから近藤さんが作ったお料理はきっと美味しいと思いますよ。楽しんで作ってらっしゃるんですよ ね、 ね、全力でうんとは言えない。何かまだね、未熟さが残ってる。いや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 、いえいえ、美味しい近藤家の食卓になってる。結構もりもりに盛っちゃうんですね。はい、盛りました。もっと ね、 ね、詰めちゃってもいいと思うんですけど、はい、これでチーズを乗せます。はい、こちらをスライスチーズ、溶けるタイプのチーズがいいと思うんですけども、乗せていきます。はい、でこれでトースターとかオーブンとかで、230度で予熱したもので10分ぐらい、様子見て焼いてみてください。はい、はい、じゃこれで焼き上がったものがこちらですね。焼き上がるとこれぐらいになる。こんな感じね、チーズがかけていきます。はい、こんがりと、はい、で焼き上がりましたら、これで、盛り付けをまたしていきます。はい、はい、まずですね、サワークリーム。サワークリームいっちゃいますか。ポテトスキンはね、サワークリームを乗せるんですね。へー、よいしょ。僕ね、大人になって、このサワークリームとかの酸味が美味しく感じるようになったんですよ。そうです、さすが大人ですね。確かに酸味いいですよね。いいんですよね。毎晩お酢飲んでますよ。あ、はい、ダイレクトですね。さすがまいちゃん。美味しいですよ。お酢飲む、お料理のお酢じゃないですよ。飲むようなね、お酢もありますからね。周りくどいことはしないっていう、はい、ストレートな女性なので、ストレートに酸味を、はい、摂取しておりますが、摂取、はい、サワークリームと、はい、パセリ、うん、はい、サワークリームじゃなくてもう、クリームチーズとか、合いそうですね。あとね、水切りしたヨーグルトとかでもいいと思います。はい、ちょっとクリーミーなものが、ね、合うんですかね。いいと思います。でオリーブオイル最後にかけます。これもお好みでかけてみてください。はい、うわー、艶が出てまた美味しそうな。食材は決してそのなんか 特別なものではないんですけど、そうですね、いろんなアレンジすることでちょっと贅沢な一品になりますね。家のホームパーティーみたいな感じもしますね。見た目これで出来上がりですね。はい、完成しました。今日の料理はポテトスキンですね。はい、では近藤さん、はい、仕上がってみてください。いや、僕もたくさん芋は食べてきてるんですけど、ポテトは、ね、はい、ポテトスキンとしていただくのは初めてです。いただきます、はい、どうでしょうか。ホクホクの芋と、この中の具材、
やっぱ相性がいいですね。でサワークリームのこの酸味がいいやっぱアクセントになってるんですよね。これはあのおつまみにも最高だし、料理の一品としてもぴったりだと思います。そうですね。また皮ごと食べられるのも栄養的にも良さそうですよね。はいはい、ですしね。おいしい。作りやすいと思います。ぜひね、いろんなアレンジも加えてご家庭で楽しんでいただきたいと思います。はいはい、では先生改めてお料理のポイントを教えてください。はい、今日はただ一つ抜くときに丁寧に抜いていただくということですね。はい、ただ一つ、はい、ここだけ気をつけていただいたらじゃがいもが割れずに美味しく綺麗にできると思います。はいはい、では材料おさらいです。こちらです。はい、今日ジャガイモはメークインを使いました。はい、まあ、形がいいかなということでメークインにしておりますが、はい、いろんな種類で大丈夫です。はい、でベーコン、ジャガイモ、具を使っておりますが、こちらも、まあ、豚キムチ、アボカド、はい、明太子などなど、もお好きなものを何でも詰めて楽しんでいただけたらと思います。はいはい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。